どうせバラム今回の客は彼氏と思い出の場所に行っても両親が働かないのか検証してみた。俺たちと一緒に100万人を目指さないか。スタッフ募集中。はい、ということで、今回の企画は検証企画です。はい、さあ、まあね、浮気調査、はい、ございますよね、皆さん浮気調査ありますね。今回に関しては浮気調査を使った検証をちょっとやっていこうと思ってて、はい、まあ、最近よくやってますけど、よくやってますね、はい、まあ、なんか最近すごい思うのが、うん、こう僕たちが仕掛ける、要はこう浮気するかどうかっていうのが今までの浮気調査多かったじゃないですか、はいはいはい、今回に関しては、まあ、救いをちょっと上げたいなと。はい、今まではやっぱこう仕掛けて別れさせる、別れない、彼氏が浮気するかしないかを調べてくださいっていうのが多かったんだけど、最近多いのが、はい、そのなんかもう証拠とかも一緒に送ってきてくれたりとかさ、そうそうそう、人もすごい多いじゃん。もう本当にもう悩んでる人、うん、そういう人に寄り添った企画もやっぱ今後はやっていきたいよね。そう、今回に関してはもうすでにちょっとダークサイドに押してる気味の彼氏さんをちょっとご紹介していこうと思います。そうですね、ということで、はい、彼氏さんお願いします。どうぞ。お願いします。はい、ということでよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと簡潔に、はい、ちょっとラップ形式で明るく紹介してもらっていい？いや、無茶ぶりにも程がある。今高校生から付き合ってる彼女がいる。すごいよ、すぐだな、場所。そう、浮気するか調査したい。おいや、おお、なるほど。まあ、浮気するか調査したいはちょっとやめた。あ、やめてください。浮気はだってもうしてるんだよね。ほぼほぼしてます。だってもうやっちゃってるでしょ、マッチングアプリ。やっちゃってます。だから今回マッチングしたわけなので、今回なんですけど、はい、まあ、なんかプリクラをすごい撮ってて、そのプリクラで、はい、突撃できたらどういう考えております。一緒にプリクラは、まあ、噛んじゃった一緒にプリクラを撮りたいよね、3人で。いや、そうですね、うん、なんかそれは面白い絵としては撮りたいんだけど、しっかり証拠を押さえてやるぜっていう意味で、うん、プリクラでね。はい、ということで、はい、まあ、だから今回のデートするお相手は俺でいいんですよ。なぞやさんでお願いします。なんか一番めんどくさいのばっか俺やってない？え、そんなことないですよ、ね、そんなことないよ。全然押し付けたりとか、いや、そんなつもりは全くないですよ。スーパーノヴァのリーダーですから、やっぱりなぞやさん見てもらっ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 ていいですか？あ、ちょっとすいませんまあ、はい、わかりました。じゃあ行きましょう。はい、行きますよ。うれしい。プリクラっていいよね。はい、ということで、はい、ここからモニタリングしていきたいと思うんですけど、はい、お願いします。今日はあれだよね、なんか思い出の場所を回って、はい、彼女がその、まあ、気づくか気づかないかっていうよりかは、その両親の呵責があるのかなっていう部分じゃないですか。そこで言ったらさ、まず高校生の時にこんなところで遊んでた？そうですね、結構いろんなとこ巡ってました。例えばどういうところ行ってたんですか？でも大体ゲーセン、カラオケ、映画、あとはなんかルミネとかショッピングしたりとか。まあ高校生がするデートとか、たまにホテルに行ったりなやっぱ実家だったんだから。ああ、それそう、ポリクラの時は、うん、確かに行ってました。都会に染まっちゃったじゃないけど、いやー、だいぶ変わっちゃいました、都会の大きさ。そうだけど、はい、大学生になって、うん、それでもやっぱり好きな気持ちはまだある？変わらないですね、やっぱり。まあ、ただ今日ちょっと見てみて、はい、実際に目で見るとやっぱりちょっと自分の気持ちも変わってくる。ええ、はい、ちょっとそこ一回見ていきましょうか。 OK です。お願いします。お願いします。はい、はい、女の子見つけました、こちらです。じゃあちょっと夏美さんに行ってもらいましょう。お願いします。すげえスタイルいい。めっちゃスタイルいいっすね確かにあれはモテるわ。なんかなんとなく何個か場所決めてきたんですけど、新宿来たからにはちょっと寄りたいところが何個かあって、何だと思う？一番寄りたいところ。映画。おー、映画じゃない。ゲーセン。ゲーセンも行きたい。一応こっから夏目さんにそれとなく彼氏さんに聞いた思い出の場所だったりとか、はい、ちょっと巡るじゃないけど、これから行ってみて、でちょっと彼女の反応見たいなと思って、じゃあちょっと僕らも移動して通ってみようか。ちなみに俺めちゃめちゃ下手だったら大丈夫？来たりする？
いや、一応ちょっとゲーセン入っちゃったんだけど、どう？心境的には。まあ正直複雑ですね。やっぱり依頼だとしても違う男と言ってるってなると。でもここ思い出の場所なんだよね。めちゃくちゃ思い出の場所。思い出の場所っていうか何回も来てたんですよ。何回も来てますよ。たまにぶらつくぐらい言ってたけど、はい。一番来てるんじゃないですかね、もう。でもこれ前ね、1回で撮ったんですよ、このゲーセンのこのポジションで。失敗したかも。いけそうって言ってさ、俺にお金使わせるかしら。何の成果も得られませんでした。どう、彼氏さんは上手なの、有効キャッチャーとか。前こうだとは思いますよ。そうなんだ。まあ下手だったら行かない。ちなみに俺めちゃめちゃ下手だけど大丈夫。え、そういう一つ一つでやっぱりさ、はい、比べちゃうじゃないけど、彼女さんの中であるんじゃないの？あんまり比べない？その過去の人と彼氏は。あ、でもどうなんですかね。あんま過去の話とか、その恋愛の話そんなしたことがないんで。あ、そうなんだ。でもなんか僕は全然あるんだよね。なんかその、はい、比べたいとかじゃないけど、例えばなんか一緒にご飯食べた時も、あ、あの人より食べるの遅いな。あ、早いな。その好きだからとかじゃなくて思い出してしまうんだよね。男は確かに結構比べる。あ、やっぱそれ男では思うっすかな。そうな感じしますけど。あ、確かに女の人は上書き保存っていう、うん、男は名前をつけて、はい、って言うけど。どこ行くか決めてるんじゃないですか。うん、決めてたけど、あのゲーセン取れなくてプランが崩れました。下手だったら行かないかもしれない。そういう意味もありますね。そういう意味ありますよ、はい。ちなみにさ、なんでさタップル始めたの？この Tinder やってたんですか？ Tinder やってたんですか？言ってましたね、今。それは知らないですね。あ、タップルだけだと思ってました。なんかタップルの方が真面目なんだ。僕ら別にタップルで出会ってないです。だよね。はい。え、どういうことこれ。いや、もう彼氏の存在はなかったことになってんのかな。これもう自分キープされてるとしか思えないですよね。まあ、なんか高校の時からの付き合いだから、ちょっとそのままにしてるけど、もう完全に新しい人を探そうとしてる感じは出てるな、正直。言いたいことがある。言いたいことが言ったりと。プリクラ？で、なんかこのプリクラがね、よく言ってたよ。いや、本当にちょっとこれ見ててね、ちょっと浮気じゃなくてもちょっと彼氏の存在、彼女の存在隠してる人にマジで言いたい。はい。本当に同じこと言えますか？彼女か彼氏。言えるかって本当に。いや、本当にね、思うよね。そういうことはやっぱしない方がいいよ。うん。傷つくのは相手もそうだけど、自分も傷つきますからね、最終的に。本当に。ただ、家が取れると思うんだよね。すいません。はい。プリクラ多分上な気がする。あ、2階？書いてあった？じゃあ2階行く？あれ？ここ？ライアン。プリクラなくなってたみたいなんで、ちょっと別のゲーセンに行きます。はい、ということでですね、ちょっとあの思い出のプリクラ機が全てなくなってます。ないですか。なんでもうちょっと、もうどこのプリクラでもいいや。そうですね。いや、もうその思い出の場所よりもプリクラ優先で今回ちょっと行かせていただきたいです。申し訳ないですけど、思い出のプリクラ機がなくなった。ちゃんの思い出のプリクラ機もなくなったな。あ、そうだ、これは多分2階とかにあるかな。まあしょうがない、これ取るしかない。どれがいいとかある？うん、どうぞ。まあ、とりあえず今夏目さんの方にプリクラを見つけていただいたので、ええ、ちょっともうこっからはもうこっちからの指示とかなく、もう彼氏さんの気持ちをね、はい、プリクラ機の中でぶつけてやれたらと思って、つけてくれれば、はい、いいかな。改めて行きましょうか。行きましょうか。はい、行くぞ。ジャッジメントタイム。ポーズどうする？つけすると
それと3倍あ、なるほどね。で、これが今、3倍マジで久しぶりすぎる。慣れてそうですか？全然ですよ。なんだっけ、2倍目がプーバペはい、こちらです。彼女さんの足ぐらいしかちょっと見えないんですけど、あ、プリクラの中入っていきましたね。入ってた、入ってた。あ、来た。3枚目は僕これが良くて、来た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 。いや、これ多分史上初じゃない？プリクラ機の中で修羅場に発展するってないでしょ。今まで取ろうとした人も多分いないだろうし。あ、なるほど。彼女さんは認めない系ね。結構女性の方が多いからね、自分の日を最後まで認めない子って。話聞く限り別にそんな遊び人みたいな子じゃなかったような気がするんだけどな。待って、俺外側の書いてくるわ。話したいし。話したい。晴れてたな。やばい。ちょっと今どういう状況か説明してもらっていいですか？クソカオス。こっちの奥がカオスですか？で、夏目さん何しに来たんですか？カキに来た。忘れちゃいけないのは、そもそも彼女さんがマッチングアプリをやってるってところなんですよ。彼氏さんがなんかどうこうとか、こっちから仕掛けたとか、そういう話じゃないんで今回は。理解が追いついてないのは多分彼氏さんの方ですよ。結構多いんですけどね、突撃された人で理解が追いつかないからちょっと待ってって。突撃してる方も理解は追いついてない、現実が先に来ちゃってるけど、それでもどうにかしたいからとりあえず現実と向き合ってるだけで、そこからやっぱ逃げてはダメだと思うよ。おすげえ漏れてね。悪気はなかった。デートして今、飛んだりしようとしてる。あれ、でも、すごい素直だね。なんか、こう言っては失礼ですけど、女性にしては珍しいですね。だいぶ。これ、視聴者プレゼントやな。すごいよね、高校生の時からさ、付き合ってそのまま結婚する人とかって、本当にお互いがこの人でいいって決め切って付き合ってるわけだから、すごいなって思う。でも、よくよく考えたら、でもそういうのって大学行ってる人はいないかもしれん。やっぱり世界が広がってしまうんでしょうね。だから大学生嫌いなんだよ。気持ち悪いから。ちょっと今の使って大丈夫かな？突撃5秒前。大丈夫？大丈夫だ。一応シール作っといたんです。印刷を待ってます。そんなに悪意があったわけでもないのかもね。ちょっと軽い気持ちでみたいな。それがどれだけ相手の人を傷つけることになるかっていうのはちょっとまだ想像できなかったのかな。まあ、ただそれだからって彼氏さんが許してくれるかどうかは別の話だから。どうするの？バレたいじゃん。まあ、彼女の気持ちは尊重しようかなと思うんですけど。本当にさ、カップルで浮気してないの？過去にはしてないよ。絶対今初めてとか言われてもね、信頼は難しいかもしれないけど、まあ、嘘じゃない可能性だって別にあるからね。はい、印刷が完了しました。
としては、まあ、続けようって思う。続けば時間次第だと思う。僕としては選びたいです。よし、好き。好きな気持ちは変わらないです。もちろん。4枚ありますね。全員言われると許すしかない。まあ、また次、1回3回ってあれば、また考え直したいなと。まあ、素直に言ってもいいかな。まあ、彼氏さんもスタンス的にはそもそも別れたいっていう感じでもなかったんで、まあ、彼女さんも別れたくないって言ってるし、仲直りする感じなのかな。まあ、ただね、一回こういうことがあったら、そう、信じることがだいぶ難しくなる。彼氏の立場からしたらね、今この場でいいよって言っても、明日からちょっと LINE が返ってきません、夜何してるかわからないって時に、ああまた同じことしてんのかなっていう風にはなる。それはもうしょうがない。それを受け入れた上だったら別に全然別れなくてもいいと思うよ。まあ普通に考えたら俺はそれは無理だから、浮気されたら別れるけど。仲直りにプリクラ撮る3人でけど、まあそう、2人の方がいいよ。じゃあ2人、はい、ありがとうございます。ということで、エンディング、はい、僕らから来ました。はい、お疲れ様でした。どうでした？ちょっと最後の方、ちょっとゲーセンの音がすごくて、まあ、ちょっと、まあ俺普通に一つ思ったのが、はい、彼氏ないよね、しすぎ、はい、ごめん、ひどかった。いや、入るまでなんかこう、ずっと行こうかな、行かないかな。いや、そう、だからさ、その、お前が始めた物語だろっていうのがあったから、そうあの、まあ彼女が普通に悪いっていうのはもちろんそうなんだけど、いや、その、どっちなのっていう、許す許さないみたいな。って彼女がなんか言ったら、まあそれだったら別に許すしかないですよねみたいな聞いてくるから。そうだったの？いや、そう、だから別にお前が決める話だろっていう。うん、まあそれ、お互いが決める話だ。いや、そう。まあそれもそうだし、彼女にはもう発言権ないと思うよ、正直。だってさ、もう浮気してるのは、そう、やってることやってるから。まあただ、冷静に、もう俺ら慣れてるけど、まあ、彼からしたら初めて他の男とさ、遊んだりしてるのを目の当たりにしてるわけだから、精神的にはやっぱ辛いものはあると思うのよ。まあでも乗り越えらなきゃいけないじゃん、俺らなしで。これをきっかけにね、視聴者の方でも、はい、まあなんかスーパーノヴァはそれぐらいのつもりで、まあみんなに 100% 向き合って、あの動画出していくっていう覚悟を決めてる動画なんで、これ。はい、ということで、嫌いにならないでください。はい、本当に。そうスーパーノヴァのことは嫌いがあっても、僕のことは嫌いにならないでください。自分だけでいいんだ。いやだ。なるほど。ということで、はい、また続いての動画で、皆さん、お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。いや、めっちゃ背だからな。出すぎた？怒っちゃった。お前が始めた物語だろ。かっこいいセリフ。進撃の巨人みたいなやつ。エレンみたいな。うん。あっちもエレンみたいな見してた。多分、これから始まるわ、物語が。おい、まだ撮ってんのお前。怖い。危な。完全オフだったよ、今。